今回は昔に比べて台風が日本に近づいてくる数が多くなったという話をするで。まず最初に今回の台風13号で全国で被災された方のお見舞いを申し上げます。お見舞い申し上げます。関もこの前の台風13号めちゃめちゃ雨降ったやん。ほんまもう猫でもびっくりするぐらい。そうそう、千葉県の茂原市なんかでは観測史上最大に降って。最近この観測史上初というのはよく聞くやんな。あとな、日本に近づいてくる台風の数が増えてん。そうそう、そう思うよ。それに昔は北海道は台風来ないって言ってたのに、最近は北海道にも台風行くんよね。やっぱりナミちゃんもポンちゃんも気がついてた。それは気がつくわ。だって私が子供の頃はこんなに違うだもん。まあ僕はまだその頃生まれていねんけどな。まさにそうなんよ。地球温暖化の影響なんよ。日本に近づいてくる台風の数はな、20年前に比べて 1.5 倍になってんねん。さらにな、中心気圧が980ヘクトパスカル未満の強い台風に限って言うと 2.5 倍にも増えてんねん。そんなに？ここでも地球温暖化の影響なんか。その理由はな、主に3つあんねん。まずはな、海面温度が上がってんねん。台風中心の直下のな、海水温を調べてみると20年前は 25.9 度やったのに、最近は 27.2 度まで上がってんねん。これによってな、水蒸気が増えて大雨をもたらしてんねん。なるほど、それであんな大雨降るんか。二つ目の理由はな、日本列島の南東にある太平洋高気圧の変化やねん。台風はこの高気圧に沿って移動してくんだけど、この高気圧が日本に近づいてきて。お、そういうことか。なんか台風の進路が最近違うな思ってて。それも地球温暖化の影響？そう、その通り。あと三つ目の理由はな、温暖化の影響で偏西風のスピードが遅くなって、台風はこの偏西風に乗って移動してくんだけどな、10年前に比べるとな、3分の2ぐらいのスピードになってんね。それで台風もたもたしてなかなか進まへんのか。でも関君の話聞いてると地球温暖化の話って身近に迫ってきてるやんな。この前のセミが鳴かへんようになった話もそうやったもんな。じゃあね、ほんまに身近に迫ってきてんね。僕もできるだけ早く対策が講じられるようにしていくわな。ほなまたね。